シティオブライトはアメリカ合衆国の競争場、シュボバである。主なカチクラは2019年のペガサスワールドカップ、2018年のブリーダーズカップダートマイル、トリプルベンドステークス、2017年のマリーブステークス、2014年5月7日に誕生。2015年9月のキーンランド一ウ馬セールに上場され、71万ドルで購買された。デビューは遅れ。 3歳7月にようやく初出走を果たす。2戦目で2着に7馬身半をつける圧勝で、初勝利を挙げ、4戦1勝で挑んだ、年末のマリブステークスでは、重賞初出走ながら2着に2馬身差をつける、完勝で G1 初制覇を飾った。2018年初戦のトリプルベンドステークスも制して G1 を連勝。4月のオークローンハンデキャップでは、 同年のエクリプス少年度代表馬に輝く、アクセラレートを破って、重勝3連勝。その後、ゴールドカップアットサンターニタステークスでは、アクセラレートの巻き返しを許して3着、フォアゴーステークスは2着に敗れたが、ハビエル・カステリアーノに乗り換わった、ブリーダーズカップダートマイルでは、鮮やかな逃げ切り勝ちを収め、3度目の GI 制覇を果たした。 引退レースとして2019年1月26日のペガサスワールドカップに出走し、同じくラストランとなるアクセラレートに次ぐ2番人気に支持された。雨でコースに水が浮くほどの不良馬場の中、2番鉄位層から3、コーナー手前で先頭に立つと直線では束を引き離し、2着、シーキングザソウルに5馬身3、4差をつける圧勝で優秀の美を飾った。 以下の内容は、イクイベスの情報に基づく。引退後は父クオリティロードも共用されている、レーンズエンドファームで、種子バイリした。初年度の種付け料は3万5000ドルに設定された。ありがとうございます。